はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワプロサクセススペシャル、今回は名京高校野手で、大谷くん、挑戦者大谷くんですね、使ってやっていきたいと思います。で、前回ガチャで手に入れた挑戦者大谷くんと7位も無事プラゴになりました。で、あと箱崎ですね、こいつも入れてきて、まあ完全なる4番打者をちょっと目指して作っていきたいと思います。アーチスト7位ですね。で、広角砲大谷くんで、ローリング打法を取っていきます。で、さらに独身術をつけて、雷のめった打ち、まともはねちょっと金徳どうかなっていうのはあるんですけれども、まあスナイパーなんでスナイパー役として今回、入れてます。まあ技術もね、稼げるので、技術と筋力は、筋力はこの2人、技術は箱崎とまともで、精神稼いで、で足が足んないと思うので一応総力アピールで来てます。で、まあ挑戦者大谷くんの性能とかに関しては、まあ、一応前回のガチャでも見たので、まあ、さらっとこんな感じですね。35固有で精神ボーナスと得意練習率アップがついてます。で、45になると練習効果アップ 10% がつきます。で、今回は、野手のコツを見ていきますか。走塁、広角打法、内野安打、初球、サヨナラ男、レーザービームという感じです。じゃあまあこれでやっていきましょう。いや、はるかちゃんね、マジで欲しいんだよね。だからお、いいね、ここは。あと雷はね、打球伸びも持ってるんで、こういう打ちか。ちょっと打球伸びはね、さすがにつかまないと、ローリング打法がきつすぎるんで。で、演奏なんだったっけ、全然見てなかったな。一発逆転、守備職人、帳尻合わせ。あ、走力ちょっと足りなくなりそうだから、まあ、彼女評価も上げるという意味で天空中を引きますか。一応全部発動したな。まあ、雷もね持ってるんだけど、友沢か。友沢パワーヒットアベレージヒッターだからな。コツは超いいんだよね。ここはちょっとコツだな。今回はやっぱり金徳とか特能にこだわりたい。いやー、7位ね。そう、プラゴにして使おうとしたら、そもそも俺レベリングしてなかったんですよあ、ここはメンタルできてる。いいね、友沢。筋力57だとパワーヒッター無理だよね。まあでもコツをくれれば嬉しい。まあこれでパワーヒッターは OK。 いやー、はるかちゃんいいね。しかもお守りプラス天空中央の彼女評価アップがついてるから、めっちゃ評価上がったな。自己紹介で12とか。箱崎か、2つつくね。ここでも美味しいよね。はるかちゃんと3人か、どっち選ぶ。こういうのね超悩むよね。箱崎追い打ち取って、箱崎って何個コツ持ってるんだ、ちょっと見てみよう。固め、あ、固め持ってるんだ。そっか、すげえいいな。追い打ちつかむと、あと固めと連打と打球伸びか。なかなか全部欲しいな。ちょっと今回コツを狙いに行く。パワーヒッタードロー早っ。追い打ち取れる、そもそも。あ、取れるね。ちょっと音符揃えながらコツを取りに行きます。ここははるかちゃんは一回12上がってるんで、連打まだまだ全然最初の方なんでいいでしょう。自己紹介のところだからね。こっから挽回よう。雷のコツか。7位のコツね。広角打法は掴んでおきたいけど、いや、メンタルで回復しつつっていうのもありかもしれないけど、いや、コツだな。まだ音符が1なんで、音符っていうか楽譜、打球伸び、よし。3は来たな。なかなか幸先がいいね。7% か。はるかちゃんがいるわけじゃないんで、ちょっとやっとこう。52はだってね、敏捷なかなか貴重だからね。これで次精神とかにね、いい音符が来てくれると嬉しいんだけど。ナイス友沢、いいところで回復が来てくれたよ。で、俺がやると。で、必殺の一撃だよね。あ、体力下げられるのか。まあしょうがない。
監督か。いやここはなかなか美味しかったけど、はるかちゃんがそもそもいない。まあ、監督評価はねちょっと気にしなきゃいけないんで、今4か4だけど、あと2ターン。あーこれはまあ楽譜を狙いに行くか。マジではるかちゃんいねえな。やはり練習しておくべきだったか。いや結局は打球伸び取れたからね。これどうする、コツを取りに行くか。ムードはだって取ったもんね。チームメイトじゃなくてなんだっけ、チームプレイ丸はそんなに必要ないんで。財布をもらっとこう。財布をもらったわけじゃないけどさ、ちょっとはるかちゃんも探しつつ、いたー、やった、すっげーいいとこにいる。これでパワー全開だな。よし結構民衆稼げたな。11でこれでパワー全開で一発逆転 OK。 乗ったんじゃんはるかちゃんも。で7位の金徳ですね。これは下、何のアドバイスをされてんだかよくわかんないけど。でコツゆべ発生率アップか、結構いいな。でもただ体力を回復しつつ、一応いきなり揃えられるな。どうしようかな、コツだな。ちょっと精神か、ちょっと待って、敏捷技術、あ結構貴重だな。守備職人、悩む悩む悩む。コツ押さえとくか。ここは発動したばっかりだから何にもないんだけど、はるかちゃんまあ乗ったは乗ったね。よしじゃあみんなの評価上げてこう。ここはい来たー。ほんとズッキ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 するよな。ちょっと箱崎の通常イベントも空で把握してるわけじゃないんでちょっと見ます。早食いが体力敏捷積極走塁、食べ過ぎが体力、最大値も上がるのか、筋力も上がるね。あーこれもだといいやつか。どうだろうな、今いいやつを取る必要もなさそうだかな。ちょっと最大値上げていくか。やっぱり免疫はね練習の回数が結構重要なんで、体力の最大値を上げるということは結構いいと思います。うんコツだな、ここはちょっとコツ、揃わないけどコツを優先連打で、ここで金徳の分岐点ですね。でこれは尊重しましょう。これでアーティストと、おもらえるね、やろう。ほんと雷いいわ。で天空中央もね敏捷が稼げる楽譜なんで、北雪、北雪来たか。はるかちゃんちょっとマジで自分でなんとかしよう。体力をマックスに保っとこう。はるかちゃんが告白来てくれれば北雪奏でてイベント経験値アップが狙える。ここはコツだな。固め打ち、よし OK。 7とか早っ。まあしょうがない、全然上げてねえからな。まあ上げるとか意味あんのかな、ちょっと7位そもそも。はるかちゃんまああるはあるよね、だって広角打法が欲しいね。あとはあかつき大付属広角打法、よし OK。箱崎は結構あれだね、進んでいくね。何にもないか、ここはちょっとマジで何にもないな。寝るしかないね。矢部君とかにすると敏捷ポイントくれんのかな。あなんかすげえいっぱいくれる。まんべんなくくれんな。いやそんなことより、はるかちゃんよ、はるかちゃんどうする、広角打法を
5にするっていうのもありだけどな。いや、ちょっとこっちしよう。打球の美を5にしたいね。パワフル Q。パワフル Q ってなんだっけ。おお、すげえ。コツめっちゃくれんな。ここは、回復。すげえな。はるかちゃんが全然来ない。ローリング打法少しか。まあ、しょうがないといえばしょうがない。まともはやっぱりでもね、技術稼げるよね。箱崎。片目はさすがに掴んでおこう。片目、アーティストもいいや、取ろう。片目。ムードもいいや、取っちゃおう。で、連打は5になったと。うわ、256っていう数字が見えた。重い重い重い。ちょっとでも減らしたい。打球伸び、よし。いや、こいつらばっかり進んでいくな。どうするどうするどうする。12月の3週あたりから奏で始めるとあれなんで、ちょうどバレンタインで終わるんだよね。1週、あれ違う違う、12月の2週から奏でていいんだっけ。なんか忘れちゃった。いや、奏でをちょっとイベント経験点目的でこれを奏でます。はい、イベント経験点来ない。悲しいよな。そうすると2つ確保つか、どうしようかな。逆境か。あとは、まあ、いいや、ちょっとこっちにしよう。いや、多分ね、イベント経験点アップではるかちゃんデートしまくれば多分鬼の経験点がもらえたと思うんだけどね。まあ、そこはちょっとしょうがないよね。大谷君まだ乗ってねえじゃん、そもそも。おお、来た来たけど、イベント経験点が発生してないんだよ。任せてくれ。いやー、ここら辺でね、ちょっと経験点取りたかったな。コツがアリーノだね。ただ雷ってあとなんだ、あ、チャンスとかくれればいいか。キャッチャー、まあしょうがないよね、これはもうしょうがない。これどうしよっかな。ちょっとこれでいこう。上、お、動いた。あんまりだな。失敗する可能性がある割にはちょっと微妙だね。おお、いいね、結構いい感じできてるね。ほんとイベント経験点アップしなかったのかな、いってえな。2つ、ここは3つやろう。北雪はレベル2だよね。さて、メンタルにするか。ここはちょっと全部見る。メンタルだな。どうよ俺のメンタル力、よくわかんない。コツ割といいね。7位か。監督評価だけちょっと気になるな。さて、タッグで揃えられるメンタルは1個も揃わないか。揃えとくか。じゃあ最後、奇跡の一発揃いっていうのがあるかもしれないから、ちょっと一旦全部いいにしておこう。一応肩と守備もいいまで持ってきます。で、補給はちょっと余裕があれば上げていきたいけど、 D で一旦止めておきましょう。ミートとね、パワーを上げていかなきゃいけないんで、ミートで結局精神持ってかれるんで。さて、じゃあここは揃えていこう。ちょっと今のところ技術が不安かな。よし、なだめる。技術取りに行ってもよかった。海道高校はあれがあるんだよね、試合経験点ボーナスで。ここ一発揃いがないね。一発揃いがないから、イベント経験点発生してるわけじゃないんで、変えちゃおっか。
そうすると暁台ここも試合経験点あんのか。しかもレベル3であるね。ヒートアップか。ふんふんふん、なるほどなるほど。先にこっちの窮地取っとく。こっちとこっち窮地両方あるし。パワー的には今どうなんだっけ。微妙だなちょっと。あーでもバレンタイン迎えられるのか。バレンタイン迎えられるっていうのはでかいな。紫紫緑赤、紫紫緑赤はないな。紫紫緑赤ないか。まあいいや、ちょっとやろう。狙いに行こう。あんまり発動しなかったね。ここ減らす意味はないから。箱崎やっぱり技術伸びるな。伸びるけどな。赤と緑を埋めておく。紫2つだったらなんとかなりそうだからな。よし、こっちにしよう。あとデートが進んでない。よし、ラブパワーね発動してくれるとだいぶ楽なんだよね。でここは回復するんで、回復できるんで体力を伸ばしましょう。もやし、あれ今の友沢の顔ってさ、多分あれだよね、アプリとさサクスペで顔違うよね多分だけど。ギリギリ危ねえ。まあ、取れなかったら取れなかったでね、別にしょうがない。お、ここでまたね回復してくれる。いいね。雷のね、なぜか2回目で回復してくれるこのイベントもね何気に役立つ。経験点もいいし。ここ見る。3つ。また紫が残るか。悪くないな。じゃあ若干気になるのがデートが進まないところと監督の評価が伸びてないとこ。ラブパワーが消えてしまった。さてここは、正しいフォーム、これで降格法。一応2個ずつで揃ってはいるね。なるべく体力減らしたくないからな。とはいえとはいえ練習効率が発動してると減りが少ないんだっけ。うおー、ここで体力を持ってかれた。しかもまた持ってかれた。メンタル来てくれ。一応、お、いいね。さすがよ雷、ほんと雷いいわ。これはでかい。でかつアベレージヒッターももらうと。おい、ほんとね、明鏡のサボり癖はマジで痛いからね。これやる気上がるよね。上がらないか。で経験点はいいですよね。40、50の20の13って。でちょっとここは確実に揃えていきたいから、メンタルで回復して残り2ターンでなんとかする。その前にまあまだ大丈夫か。メンタルでいこう。もうやる気は知らん。おい。いや無理だよ。パワーアップしたいけどちょ無理。それは無理。死んだ。マジかよ。やっぱりパワープロだな。これがパワープロなんだな。体力を削られただけだからな。失敗した。まあいいよ、固めを取ってやるから。もういいよ。いや最後一旦来なかったか。大丈夫博士、大丈夫博士全てを狂わされたな。やはりこれがパワープロか。イベント経験ってないな。ちょっとデート進めるか。不眠症もきついんだよねだから。おい。しかもこれかい。マジやられたな。大丈夫博士に全てを持って帰った。まあ、パワーアップしてたら確実に失敗してたってことだよね。まあ、それでまたやり直すのもめんどくさいからね。じゃあどうしようかな。窮地、打球の秒もういらないからな。試合経験点は暁で取っていくか。ちょっと待ってね、技術を伸ばしたい気もするんだよな。これまんべんなくもらえるね。こっちにしよう。全部発動したし。7以下。こっちはちょっと経験点欲しいから。まあ、監督評価はこの段階で100あればまあいけそうな気はするな。はるかちゃんね、ちょっとラブパワーお願いします。
かなりやばいっす今。まあやる気を上げてくれたというところで最低限の仕事はしてくれたな。ほい、メンタルだな。これはもうちょっと次を考えて、メンタル、ここは何が必要だ。美少どうだろうな。まあ いや、やべくにしよう。これ30くれるからね、普通のイベントにしたら結構いいよね。どうしようかな。黄色を埋めておくか、やっぱり1個。おお、いやーマジでとか進んでない、めっちゃ詰まってんな。ここでメンタルできてないのもまた痛い。これは無理、ちょっとさすがに無理。これって結構体力回復するところだっけ。よし、敏捷くれんだ。でここはちょっと自分で打っていかないと評価が上がらないんで、能力は揃えていきますか。筋力不足、まあアーチスタンもただ取ってあるからね。ちょっとこれを A まで持ってこう。意外に敏捷ポイントあるね。筋力か、ちょっと筋力を中心的に楽譜を見ていきますか。次は、まあ、はるかちゃんの最後のもらえるやつはアベレージヒッター、打球伸び、守備職人だっけ。そうするとなんだ、うわー最悪、もう一回待ってこない、しまった、やっちまった。緊張下がったんだけどもう2回くらい監督と練習しないと終わるな。監督、監督いない。しかし俺は経験点に走る。ここちょっと監督だな、これいいな。いいけど、いや走ろう音符に走ろう。下げられた、監督いない。ちょっと待って、デートもさ全然走ってないのに監督の評価も上げないといけないのにさ。コンプリートはしたけど、監督評価が上がるやつとかないのかね。暁台は筋力と技術か、まあ、今の俺には足りてないな。こっちにしよう、まずはこっちで、ちょっと監督、まず監督でいなければデート、追加、よし触れないでおく、触らぬなんちゃらみたいな触らぬ神にたたりなしみたいなやつ、いない、いた、116か。で次6月の3週からデートを始めれば、まあ余裕はある。からデート1回起こっちゃってるけど、これで確実にまず試合に出れる状態を作り出そう。よし、であとは音符が揃ってんね、7位か、悪くはない。経験点もやっぱり悪くはない。しかしまだ1回しか進んでない。いや、やろう。やはりデートは詰まるよな。もうここはデートさせるからやってみよう。よし、経験点ゲット。これね、成功すると結構経験点入るんだよね。ちょっともうデートします。一応1回だけ余裕があるのかな。これは経験点狙いで大丈夫でしょう。2回目、ローボールヒッター、上り上司、あ、上り上司か、欲しいな。階段、階段で行こう。よし、いいね。一応見とこう。うわー、いや、さすがな、友沢のやる気効果アップも乗ってんのか。ちょっと怖いからデートを優先します。その前に待って、能力を上げて
ちょっとパワー B にしよう。筋力ポイントがちょっと不足中か。で3回目。3回目は特に選択肢はないんで OK。 そう、強化パワフル高校で、はるかちゃん使うとね結構えぐいらしいっすね。まあ、経験点がねめちゃくちゃ高いからね。でかつ独身術もくれるっていうところがねほんと強いと思う。げっ、なんか打撃が超不調なんだけど。4番バッターを作り出すみたいなこと言ってる割にはさ全然打ててない。まず負けないことだね、やっぱり。これでね、箱崎と雷がね、試合経験点ボーナス届いてれば、さらに伸びたんだけど、まあ、それはちょっと贅沢というもの、ちょっと不眠症とかなんなん少し金徳を抑えていきますか。アベレージヒッター取っとこう。降格法はもうどうにもなんないから、重っ広角打法を掴んで124か、重いね、しょうがない。流し打ちも取ろう。あれあれあれ、独身術はそうか、まだそもそもデートが終わってないんだ。何にもないからデートしよう。筋力欲しいな俺。あ、一発逆転なんてくれんだここで。まあ何にもないからちょっとデートを完走させちゃいましょう。さて乗りましょう。ここはいや、このさ本当異常だよね異常だよねっていうのもあるけど、独身術のさかなり率もめちゃ高いしさ、この経験点も異常だよね、マジで。本当にはるかちゃん欲しかったんだけどな。窮地取っとこう。上り調子も、まあ、取っとこう。打球伸び OK。技術と筋力が足りてない。特に筋力だな。筋力の楽譜を鳴らすか。ワンアウトランナー1塁という場面で左右差、初球外れても、カーブ、どうするカーブちょっと狙いづらいんだよな。でもこれいいんじゃん、無理か。見送ってストライク。爆速にしよう、おとなしく。第3球押された。噛みました。これで2アウト。名強リードで迎える3回です。バッターは左右差、これはいける。よし、いった。もう一回待ってきた。結構早いな。高速スライダー、これは狙い目。いや、独身術もいいよね、すげえいいよ本当に。メイキョウ、この回はクリーンアップからの金井くん強いな。先頭バッターは3番サインサー、打った強いよ、レフメイキョウ。いや、いいね、試合経験点いいね。結果すんじゃねえよもう甲子園前にさ何が不満なんだよ本当に。甲子園出場決まってさあと1ターンか。回復量がアップしてるからな、まあ、使っていきたい気はするんだけど、暁台で筋力技術が足りない。これにしよう。まあ、試合経験点さえ発動してくれれば、まあ、技術はしょうがない。雷、雷ってあとなんだっけ。よし、チャンスくれたな。結構精神余ってるからな。いや、余ってるって言っても別に呼吸がめっちゃ上がってるわけじゃないんで C にはしておこう。でチャンス一応取っとくか。でいけるね。筋力ちょっと欲しいしな。箱崎か OK。
よしよしよし、いい感じで経験点を補ってる。あ、見た目的にはもう最低でもな AAA にはしたいけど、ま、本当はね SSS がいいんだけどね。お待たせ、点を取られている。全力ストレートか。ちょっとな、全力ストレートは嫌なんだよね。俺3番の7位4番か。きわどい。しかし、ホームランを打てば今までの過程などどうでもよいんだよ。ギャー振り遅れた。投球これから2球で。あ、一応こいつ伸び持ってんだ。伸び丸。カウントワンボールワンストライク。あんまり気にしてなかったかな。投げました。低め外れてボール。カウントはツーボールワンストライク。これはいい当たりだ。いった。ただ打ちやすいことには変わりない。よく待ってくるな。リードで迎える4回です。おっと、全力ストレートか。今日3打点を挙げています。ちょっと今ね芯がずれたんだけど怖い怖い怖い。初活はねほんと嫌い、ほんと嫌いと言いつつ打つ、それが4番バッターよ。次なメンタルのタックが来てくれればめっちゃうおめっちゃ嬉しいんだけど、そういうわけにもいかない。寝よもう。こいつの不眠症はいつまで続くんだ。もう神経質すぎだろ、この甲子園まで来てさ不眠症って。なんだかんだで筋力が足りなくなったね。やっぱあの途中で大丈夫にやられたところから結構狂い出したよね。ストライク、膝元厳しいところ、まずは見送りました。投げました、インロー際どい球、ボールカウントワンボールワンストライク。投げました、際どいね。あのカットボールはちょっと手が出ないな。次が4球目。投げた、これもう、いやーやられた。名強同点のチャンスを迎えました。ツーアウトランナー一塁三塁という場面。無理か、取られたか。ちょっとバッティングの調子がマジでよろしくない。トップバッターはサインサ、今日は三振と打ちました。これはいいや。マジでマジですか、これ打たないとそもそも試合が危ない。第2球、いやカットか。投球はこれから3球目。カットボールはボール、はっきりしたボール球。カウントは2ボール1ストライク。フォークもう全然落ちないけど、さすがにあれは引っ掛けるな。次は5球目、投げた。よし、これが4番の仕事よ。4番じゃないけど4番は7位だけど、いやちょっと経験点取りこぼしてる。あ、こんなんあったね。毎回言うよね箱崎のこのイベント、もうちょっと経験ってくれたらいいんだけどね。これも毎回言うけど、雷か。どっちかっていうともう7位から筋力をもらっておきたいんで、チャンスはじゃあもう掴みましょう。で逆境も掴んでおきましょう。逆境もほい。でそこからローリング打法、罰逆転。いや待って待って待って、パワーは少なくとも A にしたい。ちょっと総力なんだかんだって余ってんな。補給上げとくか。じゃあ総力余ったな。天空中央を最初の方で揃えられたのがやっぱりでかかったか。よし、筋力をちょっとでももらっておく。岸田くんとかね、イベキャラ化されないかね。岸田くんの能力ってそもそもどんなんなの？全然見たことないんだけど。
特能を何持ってるかだよね。せっかくだから見よう。野手データ岸田君一応4番張ってんだ。チャンス20丸パワーヒッタープルヒッター粘り打ち満塁男ローボールヒッター割と普通だな。ミートが高いキャラなんだ。そこまでパワーが高いってわけじゃないのか。またエクスカリバーかちょっと嫌だな。エクスカリバー連続投げてくるな。そんなに俺を邪悪と見なしてんのかこいつは。全部エクスカリバーじゃねえかよ。おい強行手段に出てきたな。直接ボールを当ててくる。次の投球きたいった。さあ同点のチャンスを迎えました。ワンアウトランナー一塁三塁という場面で最後さエクスクリバーってやっぱ疲れるのかね投げると。投げました。あシュートそんなに曲がんないな。第3球を投げました。ちょっとエクスカリバーはなー切れのある変化球。次は4球目投げました。ボール慎重に攻めてきます。カウント2ボール2ストライク。ちょこれも振らなきゃダメ。ファールボール第6球を投げました。これも振らなきゃダメ。ちょっと落ちたかでもサードランナーチラッと。これもちょっと無理粘る粘り打ち。これと粘り打ちよ。変わってるダンス君モブランス君だね。まあ、円卓が実装されればランスも変わると思うんだけど、ここは見ていこう。カーブよりはなシンカーの方が打ちやすいけどストレート振り遅れた。緩急をつけられた。いいね124ポイントがでかい。そしてここも OK53 位か。これなんだっけバットでいいんだっけ。そのグラブにして、いや守備職人を取るだけの技術の余裕はないからな。さてちょっと最後一応確認しとこう。エピローグバットがアベレージヒッターだよね。で守備職人と打球伸びアベレージヒッターだな。まあ取っといたからね、あのコツさんで。あそうそうそうエピローグポイントもね上がってるんですよね。でタイエースもくれるんで挑戦者大谷そこもいいよな。タイエースは結構貴重だからね。まあまあまあポイント的にはだいたい8000前後いってくれればいいんで。敏将がね思ってたより余った。アベレージヒッターを取りましょう。あとなんか掴んでないやつある。コツを掴んだやつタイエースかさっきくれたからね。ラッキーボーイ一旦置いておこう。一発逆転を取るんだったらちょっとパワー S にして、ミートも S にして。敏将余った。いやでもちょっと今回は能力的なものを重視して選手を作りたいんで敏将の余り方が異常なんだけど、異常なんだけどしょうがないよ。あとはもう補給を上げるしかない。補給もエースにできんだ。いやー余りまくったな。ちょっともったいないけど、もったいないけどもうゲッツー崩し。いやこれでいこう。もうこれでいきます。というわけでまあ一応なんていうの能力的に打てる、あれ1,2,3,4,5、あれあとなんだっけ、なんか乾燥してないのある。アーチスト広角砲メタ打ちローリング打法独身術、あれ誰だ。左からいくと大谷7位、あまともか、そっかそっか、まとも失敗したんだ。まとも失敗してるから1個足んないのか。
まあ、本当はここにねヒートアップ取れればもうちょっとだけ伸びたと思ったんですけれども、まあちょっとね大丈夫失敗したところでだいぶやられてるんでまあいいでしょうというわけで、やっぱまとも失敗するね。そうまともは失敗しますということで今回の締めくくりです。毎回言ってるまとも、じゃあ今日はこれで終了したいと思います、最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。